ございます。本日は松岡美咲さんを含め、オケの皆さんにはようこそ島並にお運びをいただきました。皆さん、ここ島並は初めてですか？実は私どものこの今治というところは、住みたい田舎ベストランキング、お年を召された方にも、そして若者にも、子育て中の皆さんにも大変ご評価をいただいておりまして、第1位というふうなことになっております。皆さんが見ていただいた素晴らしい景観、あるいは人情、食、こういうふうなものが総合的にご評価をいただいているのかなというふうに思っております。広光さんが私の方に表敬に来ていただきまして、徳永さん、この島のオーケストラをもっと盛大にやらせてもらいたい、物心両面でご協力をしていただけないかというふうな申し出がございました。私の方からも島の皆さんのためにも、こういうふうな生の音楽をしっかりとお届けできるような場の出題をというふうなことで役提案をさせていただきましたのが、先般皆さん暑い中での演奏だったというふうにお聞きをしておりますけども、東ハシムさん、マレーシアの銀行家の方が公演を寄贈をしていただいたハシム公演での演奏ということになりました。ぜひ今日、力の限り、心の調べを島の皆さんにお伝えをいただきますようにお願いを申し上げます。さて、ご来場をいただきました皆さん、本当にありがとうございます。先ほどお話をしましたように、実は10年前、今博多で活躍をしていただいております鎌田さんのご提案によりまして、ここ島並においても本格的な音楽をぜひ島民の皆さんにお届けをしたいというふうなことであったというふうに思っております。いろんな方々がご協力をいただいて、本日のような出題になっているのかなというふうに思います。令和7年の1月には、ここ島並も同じ家族になって大今治家の一員になりました。今一度この島にある文化、資源、こういうふうなものをお年を召された方から若い方々までが一緒になって今一度掘り下げていく、そして磨いていく、大いに発信をしていく、そのことによって交流人口の増大、関係人口の増大をし、ここ島並をどんどん発信をしてまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。お詫びになりますけども、本格的なオケでございますので、ぜひ音楽の調べを通して、今日ご来場いただいた人との交流、そして地域との交流が深まりますことを心に念願を申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。おめでとうございます。